はい、皆さん、はじめまして、鍵と申します。皆さん、近鉄バッファローズという球団はご存知でしょうか？今まで日本一になったことがない球団で、その近鉄バッファローズを私は好きでずっと応援してたんですけど、もう球団がなくなってしまって日本一になることがないので、このパワープロで日本一にしようじゃないかということで、ペナントやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。一応、アレンジで近鉄バッファローズを一応作ったんですけど、まあ、それをちょっと紹介の動画になるのかな、今回は。一応作りました。近鉄バッファローズ。選手は、まあ、あれですね。2016年で引退した選手、基本的には。引退した選手を入れて、まあ、岩隈、球団作るって言ったら、岩隈が、じゃあ私帰りますよ、つって、近鉄なら私帰りますよ、つって帰ってきてくれたので、まあ、岩隈、エース岩隈で、黒田が、なんか、近鉄、寄るんすか？じゃあ僕、ちょ、現役やりますよ、ってことで、黒田と三浦も、まあ、現役復帰してくれて、あと、まあ、新垣、山内っていう戦力外になった拾って、まあ、あとは結構戦力外を拾ったって感じで、戦力外引退した、選手をかき集めたっていう感じですね。野手の方も、まあそんな感じで鈴木三郎ごと、まあここら辺の選手、ここら辺の選手はまあ多分すぐ引退かなんかでいなくなると思うんで、まあ新しい選手を獲得、ドラフトで獲得して強くしていこうかなって思います。んで、ここの球団、他の球団なんだけど、オリックスバッファローズを潰して、この近鉄バッファローズ入れようと思って。で、そのオリックスにいた選手を、各球団で割り振りました。まあ、割り振ったって適当に割り振ったんだけど、で、楽天には金子千尋。これは基本的にあれだね、楽天からバファローズに入れた選手に、の穴を埋める選手を入れたって感じだね、入れ替えて。で、金子ぐらい、あ、金子と平野が入ってるんだ。結構強いな、楽天。金子と平野を、入れました。投手は。で、野手は誰かいたっけ？野手は、吉田。オリックスで、ルーキーで、ホームラン10本打った吉田を、とりあえず入れて、まあ、あとは多分そんなもんかな。まあ、とりあえず、一個一個球団紹介していきますね。で、次、DeNA。で、DeNA は、DeNA は誰入れたんだっけ？ピッチャーは入ってないね。野手、西野、セカンドに西野が入れたんだね。石川をベンチに追いやって、西野を2番セカンドで起用。で、DeNA はまあ、西野入れただけか。そんな強く、楽天がやっぱ強いな。抑えとエース入ってるもんね。で、ヤクルトが、ヤクルトも確かピッチャー入ってなかった。で、安達だね。ショートに安達が入ってる。ショートに安達を持ってきたぐらいかな。それぐらいか。ヤクルトも。まあ、穴だったポジションに安達が入るともう結構いいんじゃないの。で、日本ハムは、日本ハムは、あれか、あんま強くないんだよね。まあ、優勝したから、まあいいんじゃないのっていう感じで、あんま強くしてないね。佐藤瀬那が入ったね。佐藤瀬那が入ってるね、日本ハムは。佐藤瀬那と野手は確か小屋野が入ってたと思う。小屋野入ってるね。小屋野と、まあ、佐藤瀬那が入ったぐらいかね。あんまり強くないね。ロッテもピッチャーはいないのか。野手か。ロッテも野手で、ロッテは誰が、T 岡田入ってんだ。T 岡田と、大城。ドラフト1位じゃないか。ルーキーの大城。
江南か、江南全国優勝した時の 2年生でショートを持ってた大城がロッテに、わずか1年で球団がなくなるとはね。まあ、でも2016年だから0年入ろうとした球団が、あ、なくなってるみたいな感じでロッテに行かされました。で西武に松葉が入ったね。西武に松葉、ピッチャー松葉で、野手が、野手が中島が西武に復帰、中島が西武ライオンズ復帰して、まあどういう活躍をしてくれるか、まあ、ショート守らそうと思ったんだけど、周囲がちょっとやばかったから DH で、巨人は野手だけだと思う。鈴木を抜いたから鈴木の代わりにシュンタが入ったんだね。シュンタ、まあでも普通の時は多分シュンタ出てないもん。一応、まあ、鈴木の代わりでダイソー要員で、で次は阪神はまあ強くなったんと思うね。確かピッチャーは変わってないか、野手か、野手糸井が入ったね。糸井、野手に糸井を入れたんだよね。まあ、ちょうど FA したし、もう糸井でいいやって感じで糸井入れて、2番センターで金本監督が糸井2番センターで使うって言ってたので、とりあえず2番センターに入れときました。 DH なしだったらこんな感じだね。まあ、この打線も普通に強いと思うんだよね。守備が結構やばいけどね。カープは結構抜いたから入れたと思う、何人か。黒田抜いたからね。黒田が引退して黒田が抜いた代わりに透明が入ってます。うわ、こいつはめっちゃ赤能力あるやん。まあ、いい、黒田の代わりで透明で塚原を中継ぎに入れてます。で野手が若月を、入れて控え捕手に入れます、一軍で。あと誰、あと一人入れたんだよね。園部未来の大砲候補、園部を入れて、園部と若月だね。若月キャッチャー C 持ってるの強いな、結構。を入れました。ドラゴンズは一人も抜いてないんだけど、まあちょっとオリックスにちょっといい選手がいたんで、ちょっと中日入れようと思った選手が、まあ、お帰りなさいということで、ブランコ、中日帰ってきましたよ、やっと。魂は名古屋にあるって言って横浜に行ったブランコが帰ってきました。空もほとんど変わってないんだよね。ソフトバンクもまあオリックスにいたから、オリックスにいた山崎 FA で、鶴岡がソフトバンクで、ソフトバンクからオリックスに行った山、これなんて読むの、山崎を入れました。あれ、西どこ行ったっけ、西どっか入れたんだよ。西 DNA だっけ、 DNA かな、西入れたの。 DNA だね、西。 DNA も結構強いかもしれないね。伊能、西、山口って、で今永でしょ、今永、石田、結構強いね DNA で。セカンド、あなたってセカンドに西野入れて、結構いいチームになるんじゃないかって。まあ、これで、ドラフトで、ちょっと日本一に、近鉄バファローズ初の日本一に導いてみようかなと思います。あと、近鉄の監督は岩隈が選手権監督やってくれてます。岩隈にちょっと頼んだら、アメリカ行って、近鉄作るんだけど、ちょっと、来てくれないかって言ったら、あ、僕やりますよ、みたいな。僕じゃあ監督もやりますよみたいな感じでやってくれたんで、ちょっと選手兼監督をやってもらってます。ペナント初めからパープロ2016のペナントはやったことないんでね、どういう感じなのか分かんないけど、まあとりあえずやっていきたいと思います。とりあえず、ここにチームを入れます。はい、一応入れ終わりました。じゃあこれで始めていきます。設定とか確か変える、チーム選択はやっぱりバファローズ B、 近鉄バファローズ OB 選手が参入してるチームがあります。引退してる OB は年齢を変更して
回収します。ボビーとか入ってたっけ、岩熊のことかな。でまあここは全部パワフルでいいんかな、まあ、基本的にオートで、基本的にとかもうほぼというか全部オートでやります。一応試合操作はしません、ルールとして。でまああとはそれがあんのかな、一応怪我も普通で、大怪我選手普通で、ちょあり何々普通で、選手さえの開始試合 DH なし、まあ、これはこれで別にいいか。トレードあり、新学人あり、ドラフトあり、ドラフト A 方式。ドラフト完全ウェーバーにしたいんだけどね。まあいいや、くじ楽しみたいしね、ドラフト A 方式で。で、オリジナル選手はなしにしよう。ルール3、プスティングあり、ここら辺はまあ、普通か。普通の設定でいこう。で、ここはお金はちょっと少ないでやろうかなっていう。やっぱ近鉄できてすぐの球団なんで、やっぱお金ないんで、ちょっとお金少ない設定でいきましょう。外国人枠も制限する。で他のチームはもうまあここら辺は何もいじらなくて、ここパワフルなってるね。パワフルで、でまあここもこれでいいでしょう。コンピューターのお金は普通でいきます。全部普通でいきます。で近鉄バッファローズだけ少ない、今貧乏なんで、近鉄は、近鉄電車はめっちゃボロいからね。ということでこれで設定で始めていきます。で報告設定、見る、まあ、ここはもういいか、適当というかそのままで。でここで、スタッフ、最初お金ないからね。で、コーチは、まあ、1年目だし一番安いやつでいいかなっていう。1000円の笠原さんで。で守備走塁コーチも、いやキャッチャーアップが欲しいんだよね。キャッチャーのこれ3500取るか、まだでもまだいいな、キャッチャーも。ドラフト取ってから変えたらいいし、とりあえず1年目は全部1000で、1000万円のコーチでいこう。1000万のコーチ、ブライアン投手コーチ。2000万のじゃあ戸田さんで。コーチはこんな感じで OK です。スカウトで、外国スターはまだこれでいっか。で国内スカウトはまあちょっといいのにしようかなっていう。6000万出そう。でもどこが足りないって、どこが足りないんだよね。まず即戦力欲しいから大学生だね。まずやっぱチームはある程度土台を作らないといけないから即戦力で、ここは内野手だね。4番が欲しいからね。棚橋に行ってもらいましょう。棚橋プロレスラーから海外スカウト転向したんかな。すごいいい州だけどね。スカウトこれで、OK で、投手登録、まあ、ここは起用法、まあ一応起用法はこんな感じかな。岩隈先発で、黒田、三浦、荒垣、山内で、レイと武田勝に先発の中継ぎやってもらって、久本、コーディエ、福原、長谷部で、岡本敦史に守護神、どっかとなんかプロダクション契約結んでた。でコーディを入れてます。もしかしたらコーディ活躍できるんじゃないかと思ってちょっと入れてみようかなっていう。ペナントパワープロではコーディ活躍するんじゃないか説があるんで。でスタメンは、1番鈴木、盗塁 A、 走塁 A、チャンス C、 左結構打つんかな。2割5分以上打つかな、これは能力って。サブロー、3番後藤、
4番広瀬、始まりの鐘が鳴る。5番大松、6番竹原、7番栗原サード、8番キャッチャー鶴岡、9番ショート原拓也で、黒田がいるんで、あれだね、クラとやっぱ 1試合ぐらい組んでほしいね、バッテリー。そこはちょっといじって試合見てやっていこうと思います。で、勝利の方程式は設定してない。まあ、勝利の方程式なんてないでしょ、勝てないでしょ、どうせ1年目このメンツで。とりあえずもうこれで始めます。じゃあ始まるから、今回はここら辺で、見てくれた皆さんありがとうございました。次からペナントやっていきたいと思います。はい、さようなら。